こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビーター始めていきましょう。体が麻酔ですね。強敵6位か、6位でも油断はできません。このままのメンバーでいきます。焦ってますね。そうか、現在の1位筑波田ガマ。1勝1敗のクラーカリバーズにとってはすごく大事な試合です。やばい。おお。ショートコーナーです。終了、0対0。はい、早めにチェンジしていきます。ちょっとサスキー、そして先取点を奪いに行く。対応が3人ですので、なかなかうまくいかない。あ、先取点を奪われました。もうガリバーズはいですね。こんなかな。あった。
さで。さあ、それを拾ったくるみが1個目流線に戻します。さあ、これは高さでは相手の高さが強い。小田塩選手、くるみがちょっとやばいな。エリカ、エリカと交代です。中段変えた方がいいですけどね、阻まれる。硬いですね、つくわ。このまま やばい空中戦、出してしまう。で、同点には追いつきたい。捉えてしまう。今度はピンチだ。赤にボールが渡った。さあ、もう残り時間はほとんどないですね。ゴールを切っております。さあ、1点取りたい。厳しい。負けたかな。中野に、試合終了です。2敗目を喫しました。どうかな、厳しいな。しているキャピタル東京と筑波ダガマが抜き出してます。もう一回やらせ、もう一試合やらせてください。エルガード欧州戦です。欧州ハットスタジアム。
おっと、前に出ていくぞ。ボールはスローインですね。前にいる。うまくいきません。相手ボールをスローイン。まだ均衡は破れません。終了です。ミオがいるか、セクトがいるか。一気に変えていきます。チャンスです。くるみ入った選手点、ようやく。待望の勝ち越し点をこの配信、この動画で見せることができました。なんとか組み、それはもしも交代をしているが、この組み合わせいつも通り中断交代、交代はこう使い切っております。どうだ、大きなリードです。一方的になりましたね。なのから渡した奈良子が3点目を鮮やかに決めました。これはセーフティーリードですね。さすがあ、もう一方的になってますよ。クライスがバックバック守備陣が総崩れになっている感じだ。キーパーが奮闘する。
攻めは多くなりますからね。攻めになりますね。あー、1点返された。まだ2点差あります。勝ちました。点は、まあ、クラートルバーツ、マドカ、クルミしっかり落として、クルミがゴール隅で入れました。すぐ追加点を奪います。緑、クラリスから鮮やかに。完全にもう守備が相手の守備が追いつけなくなってますね。後半33分には奈々子がミドルですね。これピアティエリア外から決めました。いいですね。これキーパーが奮闘しましたね。後半終了直前には相手のミランコに決められてしまいます。守備の枚数が完全に攻撃的布陣ですからね。相手はカウカリバーとボール支配率高いですね。6位のままですね。2勝2敗で、唯一4連勝しているのは筑波大学。岩瀬大阪引き分けて、なので引き分けなので勝ち点が2点差出ましたね。クラーカリバーズは6点半分です。筑波大学のロックスが意外と頑張ってますね。成長というか強くなりましたね。するな。負けるときは1点差とかだけど、2勝2敗で5戦目キャピタル東京を迎えることになりました。キャピタル東京は強いです。優勝争ったチームですからね。チーム陣は強いな。ただ控えはそんなに強くないですね。ということで、4戦をやって2勝2敗。ちょっと、4連勝の、筑波大学とは差をつけられてしまいましたが、一戦一戦取っていきましょう。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄に書かれているプレイリスト、ブログ、ツイッターもご覧ください。またまだの方、ツイッターのフォローぜひお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。